クライド・ハワード・ベルコートは、アメリカ合衆国のネイティブアメリカン人権活動家。1968年、ミネソタ州ミネアポリスで、デニス・バンクス、エディベントン・バナイトともにアメリカ・インディアン運動を設立した。1936年5月8日、ミネソタ州のホワイト・アース・インディアン保留地で、 オジブワ族のアビシ族に属するチャールズとアンジェリン夫妻の十二人の子供のうち七番が目の息子、ニーゴヌエウェイウェドゥンとして生まれた。彼の所属するバンドはミネソタ最大で最貧困と呼ばれるものだった。父チャールズは第一次世界大戦で欧州で戦った出生米軍兵で戦勝のため働けなかった。家族は小さな家に住み非常に貧しかった。 アニバーノンベルコートもクライドと共にインディアン民族運動家となっている。アメリカインディアン運動の公式サイトはクライドについて次のように紹介している。クライドはアメリカインディアン運動の創設者であり責任者です。彼は1973年のウーン・デッドニー選挙抗議における重要人物で現在も進行しているインディアンの学校組織。 法的な権利センターと国際インディアン条約会議の創立の中心的人物です。彼はインディアンの若者のためのピースメーカーセンターとミネアポリスのインディアン共同体保護のための AIM パトロールも指導しています。彼はスポーツとメディアにおける人種差別の全国連合の主催者です。彼はアメリカインディアン OIC の創設者であり、 現在の取締役会長です。クライドは、輝く将来を思い描きます。小さなこの子供たちは、第七の世代です。インディアンの子供たちだけでなく、白、黒、黄色と赤とです。我々の祖父たちは、第七の世代が、新しい霊的指導者、呪い師、医者、教師、そして我々の偉大な宗教をもたらすだろうと言いました。それらは、 霊的に再生しながらつながっているのです。1945年9歳の時に保留地にあったベネジクト派の厳格なミッションスクールに入学させられたが学校でインディアンが殺人者野蛮人として教えられていることに強く反発し結局中退した。学校でクライドはジョージ・ワシントンを国の父だと教えられ敬意を払うよう強制されたが とても父親とは考えられないと答えて反発した。彼は現在でもワシントンをボーイジョージと呼んでおり、この男は金髪のかつらをかぶって頬に紅をつけ、フリルのついたシャツと小さな絹のストッキングとハイヒールの靴を履いている。彼らはこの男を国の父親だと私に言うんだが、まあ、この男は 私の父や祖父にはとても見えないなと答えている。クライドはミネソタ州レッド・ウィングの軍隊式の少年院に入れられ3年間をそこで過ごした。1952年16歳の時に家族がミネアポリスに転居する。1957年ハリー・デイビスの下でボクシングを習いゴールデングローブに出場。2勝1敗の記録を残したが 素行不良で性クラウド青年強制施設に入れられた。1961年25歳の誕生日に窃盗の罪でミネソタ州スティルウォーターの刑務所に収監された。当時ミネソタ州の刑務所の囚人の一三3以上はインディアンだった。白人なら警備な罪状で済むことでもインディアンはすぐに懲役刑となった。刑務所でクライドは 名誉の寮と呼ばれていた独房に入れられて希望を失ってしまいハンガーストライキを始めたが同じオジブワ族のエディー・ベントン・バナイが彼のまとめ役としての際に注目して刑務所に掛け合いクライドは独房から出る割に発電所での労働構成プロジェクトに参加しボイラー技師の訓練を受けることになったエディーはクライドにオジブワ族の歴史を扱った本を貸してくれたクライドは 刑務所で仲間たちとインディアンの問題について討論するようになり、エディと二人で刑務所内にインディアン研究プログラムを結成し、128人のインディアン囚人中82人の参加者を集め、勉強会を開くようになった。当時を振り返ってクライドはこう語っている。我々はこの国で最初の本当のインディアンの研究プログラムを持っていたと思う。人は アメリカインディアン運動が1968年に始まったというが、私にとっては1962年にスティールウォーターの穴蔵の中で始まっているんです。1964年、釈放され、ミネアポリスに戻る。刑務所の研究プログラムはトム・ジョーンズらに引き継がれた。クライドはミネアポリスでインディアン組織、赤い列島の人々を組織した。 1968年5月、スティルウォーター刑務所で、クライドラの設立した研究プログラムに参加していた、デニス・バンクスが出所して、クライドやジョージ・ミッチェルと会い、刑務所で構想したインディアンの権利団体についての計画を持ちかけた。クライドラもこれに賛同し、チラシを作って、修繕道を回って参加者を募った。彼らは7月28日に、 ミネアポリスで200人のインディアン男女を集めた会合を開き、インディアンに対する差別撤廃と権利の回復を目標に新しい権利団体を結成した。この団体はしばらく有料するアメリカのインディアンと呼ばれ、全会一致でクライドが初代議長に選ばれた。デニス・バンクスはこの会合の成功はクライドの熱意あってこそと語っている。当時、ミネアポリスでは 市の無償労働者確保のため、週末になると、州警察によって、インディアン狩りが行われ、インディアンの集まるバーが襲われて、不当逮捕が行われ、白人警官による暴力は、日常茶飯事だった。クライドは、この会合で、インディアン狩り対策のため、ブラックパンサー島の逆パトロールを参考に、白人警官からインディアンを防衛する、パトロール隊を結成した。また、 警察対策委員会を結成して、市警察本部と直談判にし、また、白人警官が、インディアンに暴行を加える姿を隠し撮りして、訴訟を起こし、インディアンに対する暴力撤廃に効果を上げた。1968年9月、有料するアメリカのインディアンでは、略称が CIA になってまずいということで、この団体の正式名称が、 アメリカインディアン運動に決定した。AIM は、ミネソタのすべてのインディアン差別案件の撤廃に乗り出し、徹底的な実力行使による抗議運動を展開し、全米に支持者と反響を生んだ。民族回帰を掲げる AIM は霊的な後ろ盾を求め、数族の伝統派の下で、スウェットロッジンをはじめとする古来の儀式に参加した。1970年。 数族の伝統派のロイシ、レーム・ディアー、クロードッグ・オヤコラの協力を得て、パイン・リッジ・インディアン・ホリウチで、デニス・バンクス、ラッセル・ミンズ、リーマン・ブライトマンと4人で、サンダンスの儀式に参加し、ピアッシングの儀式を行っている。クライドラ・ AIM は、活動を全米に広げ、1969年11月のアルカトラズ島選挙事件では応援参加し、 1970年には、ラシュモア参選挙、感謝祭での、プリマスの岩とメーフラワー号二世の鳥講義などを主催した。ニューイングランド入植350周年のイベントでの、メーフラワー号講義では、クライドは戦場から白人の人形を海に叩き落とし、白人の感謝祭を台無しにして、地元のインディアンの大喝采を浴びた。またこの年、 インディアン児童のインディアン文化教育のための学校、大地の心、サバイバル学校をミネアポリスに設立した。クライドは AIM の活動方針として、個人指導者による統率を好まず、個人それぞれの自由な行動を尊重した。もともとインディアンには、権力者はおらず、個人が他者を強権的に率いるという文化はない。AIM は1972年に、 破られた条約のための更新、ビア・ホンブビル選挙抗議を行い、合衆国当局と敵対することとなった。1974年、スイスのモントルーで開かれた世界協会協議会でアメリカインディアンとして初めて演説を行った。1986年、クライドはおとり捜査官に LSD を売ったとして、ミネソタ州。 サンドストーンの連邦刑務所に22ヶ月収監された。クライドは1980年代中頃に自身の薬物とアルコール中毒歴について話しているが、この逮捕については罠だったと主張した。1993年12月、AIM はクライドとバーノンの兄弟を内部告訴した。1994年11月に AIM 会議は 合衆国政府への協力と薬物に関する活動を含む8つの罪状で有罪と判決し、2人に AIM での活動を禁止した。クライドとバーノンは、この国葬、バカバカしくて抽象的だと答えている。このベルコート兄弟の排斥運動は、AIM コロラド支局のラッセル・ミーンズとワード・チャーチル、グレン・モリスの先導によると言われている。ラッセル・ミーンズは、 AIM 内のこうした風和について残念ながら程度は個人個人で異なるが私たちは皆植民地化されてきたそれらの意見の相違は誤って導かれたエゴから始まったものだと述べている現在クライドはミネアポリス本部で AIM 活動に従事しているスポーツとメディアにおける人種差別の全国連合や大地の心 サバイバル学校を運営している。2005年以降、クライドエイチベルコート育英基金は、第一の心、サバイバル学校の主要イベントの一つとして、22の大学でインディアン文化を研究しているインディアンやサワの先住民学生に22、222,687ドルの奨学金を提供している。第一の心、 サバイバル学校は1975年にアメリカインディアンサバイバル学校全国連合として組織化されアメリカインディアン教育法の後押しを受け様々なインディアンの伝統行事や宗教儀式教育機関囚人プログラムを講演しているまたデニスバンクスと共にミネアポリスの夏恒例のカヌー競争山本ハイレースを講演している AIM 公式サイトハット バイオグラフィカンクライド・ベルコルトオジェブ・ア・ウォーリアーデニス・バンクスアンド・ザ・ライズ・オブ・ザアメリカン・インディアン・ムーブメントピーター・マサシンイン・ザ・スピリット・オブ・クレイジー・ホース・ハット・アンサーズ・ドット・コムクライド・ベルコルトラッセル・ミーンズ・フリーダムありがとうございます